9月16日から22日までの1週間、東京・東中野で今回で5回目となる福島映像祭を開催します。福島にまつわる最新ドキュメンタリーから地元テレビ局によるローカルニュースまで、5つの上映プログラムと3つのイベントを企画しました。原発事故後、生態系の異変を追い続けるシリーズ第5弾福島生き物の記録、シリーズ5追跡、津波で幼い子供を失った父親たちを女性監督が追ったドキュメンタリー、ライフ生きてゆく、東京の劇場では初公開となります。帰還困難区域の家畜たちを殺処分から守ろうと奮闘する酪農家たちの5年余りを描いた被爆牛と生きる、ドイツ人女性監督によるベルリン映画祭受賞作福島モナムール。最終日には特別プログラムとして、福島から6年、チェルノブイリから31年を行います。そして1週間の期間中、3つのイベントを開催します。ビデオ・写真を一般公募した市民部門上映イベント、私が伝える福島、詩的な視点から福島を捉えた3作品を上映、制作者によるトークを行います。ローカルニュースを見ながらお話を聞く毎年恒例の企画、福島中央テレビの現場から。年を追うごとに変化する地元メディアの視点や葛藤を探ります。原発事故後、仮設校舎で学校生活を送った南相馬市立小高中学校にフォーカスし、学校関係者とともに6年間を振り返るトークイベントも。さらに今回は9月29日から10月1日、別会場にてバーチャルリアリティ体験ができる特別企画展も、被災の記憶を再現する新たな試みです。福島映像祭、皆様のご来場をお待ちしています。